五冠末期、長く続いた漢王朝はその終焉を迎えようとしていた。蛇鏡の跋扈、宦官の専横、逆進の暴威、あまたの災禍が天下を覆う。これを正すべく各地に英雄たちが立つ。孫権、あざなお文代、兵法家孫子を祖に持つ彼もその一人である。孫権は逆進董卓中伐に際し、洛陽であるものを手に入れた。天下を滑る者の証、弁国の玉児である。しかし名族袁紹がこれを知り、孫権は追われることとなる。孫権は袁紹と反目する袁術を頼り、その野心の手から逃れた。袁術は肥後の代価として上陽の劉表攻撃を孫権に命じる。孫権の子である孫策、孫権、孫昌公、そして腹心関東、高等の虎孫権の軍がその武勇で運命を切り開く。休養期、孫昌公、いざ出陣なんてね。風が出てきたか。ありゃ、旗竿が。どうかしたか、関東。いえ、今旗竿が風でボキッと。いや、少々縁起が悪いな。細かいことを気にするやつだ。戦場でのお前とは別人だな。心配いらねえぜ。風がどう吹こうと、俺たちはそれに負けない勢いで突っ走ればいい。なあ、剣。ええ、今は我ら烈風となって流氷を打つのみ。大丈夫よ、父様も兄様たちもみんなも強いんだから。はあ、まあ皆様がそうおっしゃるのだが。お前の働きにも期待しているぞ、関東。はあ、さあ、本家の虎たちよ、その層が流氷に見舞ってやれ。まずは眼前の敵将兵を叩く。いや、気を抜くなよ。将校は俺についてこい。竜王を突破するぞ。だが俺自身かけるものを抑えられない。なんで親父はそうしないんだよ。
ズマ将軍が俺についてる。どうもってランスを制す。我らそこ満室に使える。隠してやがったな。あ、落ち着いて対処すんだ。よし、よくやったぞ、将校。させてやる。いいぜ将校、その調子だ。
んだぞ。助けてくれ。なんてこった、やっぱり今日の風は。そんな、父様が死んじゃったらそう簡単に殺してくれるな。父上、まさかこんなものに命を救われようとはな。落葉で拾った玉璽ですか。しかし勝ちに浮かれて増兵の矢を受けるとは、俺も衰えたか。策、うわっ、孫文太は今ここで死んだ。これより孫家はお前が束ねろ。ちょ、何言ってんだ親父。明日を開くのは若き者の役目だ。思うままにかけてみよう策。